どうも西田渡です、本日なんですけれども大阪の街をロケしておりますというところなんですが、さらにね奇跡のコラボっていうところで、はい、ゆうとびさんよろしくお願いいたします。ゆうとびよろしくお願いします。はい、っていうところで今同時にねゆうとびさんの収録もさせていただいてるんですが、僕は僕でねちょっと新たな企画を思いつきまして、ゆうとびさんをこちら EOS R3 と RF の 50mmF1.8STM でイケメン、ただでさえイケメンなんですけども、よりイケメンに撮ってみる企画、要は人物ポートレート男性編っていうことでね、僕あんまり男性のポートレートっていうのを撮ったことが皆様の作品ではないので、結構ね普通の仕事ではあるんですけれども、今日あえてねゆうとびさんをバチッと撮ってみるっていうのも面白いかなと思ってチャレンジしてみようかなと思っておりますので、被写体頑張ります。はい、被写体よろしくお願いいたします。頑張ります。っていうところでお願いします。お願いします。はい、はい、今回のね装備を改めてねご紹介しておこうかなと思っております。こちらですね、はい、 EOS R3 に RF50mmF1.8STM っていうところで行くと。でさらにですね、追記すべきはこちら西さんからね、ご提供いただいてますブラックミストのフィルターをつけてゆうとびさんを撮影したってことですね。なので僕の場合ですね、皆様にお勧めしたいのがこちら RF の 50mmF1.8STM に関しては 43mm のフィルター系ですが、こっちの西さんからご提供いただいたフィルターは 52mm っていうところなんですよね。なのでここにねステップアップリングを1個かまして、ご覧いただけますかね、43-52っていう形でねステップアップリングをかましてつけていると。なぜかと言いますと、この 52mm っていうのがですね、今度は RF の 35mmF1.8STM のフィルター系だったりするんですよね。なのでなるべく大きなサイズのものをまずは用意しておけば、ステップアップリングによってねある程度こういった多少のこのミリ数の変化でしたら対応できますので、ちょっと分厚くなってしまいますけれどもね。なのでおすすめなのは、例えばですが 82mm のフィルターを買っておいて、ステップアップリングで 77mm と 82mm を併用していくと。この辺の使い方がねこういったフィルター類をね運用する際にはかなり便利なので使っていくってことですね。で今日のゆうとびさんの撮影の狙いはですね、焼けの天候源がブラックミストフィルターの場合はにじみます。なのでにじんでいくので、そちらをね、どういう風に利用しようかっていうところが今回のねこのブラックミストの使用する上でのね特徴になってくるかなと思います。普通ですと柔らかくふんわりっていう描写を、ブラックミストで狙っていくのですが、僕はあえてね今回はこの R3 でわざとノイジーに、そして高コントラスト強く、だけどエッジはにじんでいるっていうような、まあなんていうのかな、甘辛ミックスのようなね塩キャラメルのような不可思議な写真効果が狙えたら面白いかなと思っておりますので、やってみようかなと思っております。それではねゆうとびさんとの、撮影風景もご覧いただけたらと思っております。はい、ここのねなんか抜け感結構良さそうなので、ゆうとびさんをねちょっとバシッと行ってみようかなと思っております。よろしくお願いします。あ、大丈夫大丈夫、あ、もう大丈夫です、ありがとうございます。はい、こんな感じでちょっとね今日はね、西さんのブラックミストフィルター入れてるので、ちょっとにじむような感じの収録になってますね。非常にゆとりさんやっぱイケメンだから映えますね。かっこいいっす。白の光がめっちゃ綺麗ですね。結構いい感じににじんでくれて、ね、やっぱフィルター効果すごいいいですね。もうありなしもちょっと撮ってみようかなと思うんですが、これありな気がしてます。ありがとうございます。はい、ちょっとゆとびさんをねこちらの RX100M7 のコンデジでも撮影させていただこうかなと思っておりまして、ストロボが使えるのでね、ストロボ使ってスローシャッターで何かちょっとブレ感みたいなのもちょっと表現してみようかなと思っております。ちょっとやってみます。うん、いい感じ。ちょっとねここの無機質な背景とブロックの感じがね結構シンメトリーな感じっていう風になっているので、で上からのトップライティングだけが落ちててっていうところで、どのぐらいまで、まあ、色味はちょっとね悪そうな感じはするので、ちょっとだけモノクロとかの展開にして見たら面白いかなと思って、ここをちょっと色味悪い時はモノクロにモノクロに転ばしちゃうとか、カラノイズ乗りまくったりとか、高い速度で吸った時はモノクロに逃げちゃうっていうっていうのも待って、ちょっと参考になりまくるんですよ。いやいやいや、なんでここは多分、色味が多分スキントーンの再現性悪いので、モノクロ前提で撮っちゃうのもありかなとかって。すごいですね。で、はい、ちょっとやってみようかなと思っております。お願いします。
ここなんて建物でしたっけ？ルクアです。あ、これルクア。ルクア、ルクア。はい、皆様こちらルクア、大阪駅かな？大阪駅のルクアです。ルクアのここの階段ですね。非常にライトアップされて綺麗でですね。でさらにここを50ミリぐらいだと、今日50ミリで撮ってるんですが、テクスチャーとして使えばかなりかっこよいのではないかっていうところでやってみようかなと思っております。お願いします。ゆとりさんめっちゃいいっすね。ありがとうございます。大丈夫ですか？なんかめちゃくちゃいいですよ。こんなポーズさせてしまって、はい、最高ですよ。すいません、恐縮です。多分ですけども、これ皆さん驚くんじゃないですかね、きっと。はい、もうなんかもうね、なんという言葉を出せばいいかもう分からない。まだね、あんまり仕上がり見てないから想像ができないっていうか。はい、もうだんだん笑ってしまいそうになりながら。いやいやいや、ありがとうございます。集中力高めていただいて、はい、あざーす。ありがとうございます。この画角だとね、ちょっと広角なんですけども、50ミリで、この奥のね、この電飾めちゃくちゃ綺麗なので、これをちょっとこう陰影つけて、バチンと撮ってみたらかっこいいのではっていう風な感じでおります。じゃあ、よろしくお願いします。撮ってみます。ケーキいっぱい食べましたもんね。もう2個食べたの。はい、そうそう。めっちゃ美味しかったです。はい、ここの光の部分ですね。この部分を使って50ミリなので、ね、多少ちょっと圧縮効果を使って撮ってみようかなと思っております。なんでちょっとぼかし使って、前ボケとかもね入れても面白いかなと思ってますので、やってみようかなと。こんな感じかな。このぐらいの感じとかでやってみる感じですかね。はい、お願いします。この辺でいいか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい写真のオンパレード、本当にありがとうございます。画面でしかまだ見てないですけど、なんかすごいすごい世界観で名作の予感してますね。かっこよさそうな感じがして、めっちゃ楽しみです。しかも僕、自分の動画であんまりね、男性の撮影をしたことがなかったんですよ、実際に。なので今回本当にゆうとびさん撮らせていただいて、男性のポートレートっていうところもね、撮影できたっていうのが嬉しくてですね。いや、本当にありがとうございます。めっちゃ楽しみですね。いや、すごいいい思い出になりましたし、また引き続き今後ともよろしくお願いいたします。ぜひぜひまたコラボお願いします。はい、めっちゃ楽しい思い出をありがとうございます。ぜひぜひお願いします。はい、っていうところで、それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあゆうとびさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあどうもです。バイバーイ。はーい、どっちが奥でしょう。もうちょっと奥かな。ちょっとこっち側。そう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 。で、僕はこういう風に構えてっていう感じ。あ、そうですね、そうですね。すごい。ゆうとびさん、ちょっと奥行ってもらっていいですか。ちょっと小さめに。よし、OK です。ありがとうございます。すいません。